三半規管に危機感覚えて帰還するマインクラフト、パート58です。前回で、動物ドームがおよそ完成したので、ただいま夜のまず島を眺めております。灯台まで距離があって、ビーコンビームが一本消えてしまっていますが、パート1から開拓し続けて、まさかここまで発展するとは思っていませんでした。そうでしょ？そういえば最近、地図の更新をしてないなと思い、動物エリア分を継ぎ足したのですが、ドームが何とも言えない仕上がり。さっぱりわからない。海の中に何か作っても、地図に反映されないのが残念。しょうがないな。さて今回の目標ですが、動物コレクションに、ムーシュルームを加えることです。この、毒々しい見た目をした牛は、ミルクだけでなく、キノコシチューまで絞れる無限食料庫。加えて、普通の牛肉と皮もドロップするので、牛の完全上位互換、と言って良いでしょう。何を食べているんだ。まあ、今さらキノコシチューが取れたところで、役に立つことはまずありませんが。全動物の繁殖、という目標に絡んでいるので、こうして探しに出ているわけでございます。で、シチューのお話中にすみませんが。仕事の邪魔をするな。実はキノコ島の場所は、おおよそ把握しております。こちら、例によってバイオームファインダーの世界地図なのですが、最寄りのキノコ島は、まず島からはるか南。直線距離で、5キロ近くありまして、徒歩の旅はつろうございます。夜が怖いの。リフ姉さん曰く、丘はおっかねえ。あ？余震場夜をベッドでスキップしても、途中で滑って、転落死する危険もありますからね。もちろん。滑りとは無縁の私ですが、不意な事故は否定できませんし、ムーシュルームの輸送は、ネザー経由で行いたいと思います。お、いたいた。いかにも体に悪そうな、真っ赤なキノコを生やす牛くん。多分このキノコは有毒ですね。牛なだけに、猛毒です。もうやめてくれ！精神的怪我人が出たようなので、さっさと話を進めましょう。エリトラ片道切符で、キノコまみれの島にやってきたわけですが、帰りは輸送の手間も考慮して、ネザーを通っていこうと思います。ネザーは危険が伴いますが、一度道を整備すれば、これほど安全で速い移動はありませんからね。こっそり近づくクリーパーよりは、見えているガストの方がまだ安全ってもんです。んじゃ、まずはまず島への帰り道を開通させましょう。言うまでもなく、こんな遠方には来たことがありませんので、大体の方向を見定めて、半ば手探りで帰らねばなりません。その方向ですが、西に1300、北に4500。ネザーの尺度では、その8分の1になるので、150、560程度ということになります。お前には無理だ。謎の2択を迫られていますが、迷子も事故もなかったのでカット。シフトキーさえ押していれば、こんな場所だって別に怖くはありません。それに、最悪落っこちても、エリトラで陸地に飛べば助かりますからね。ということで、ガストの襲撃にも合わず、むしろ拍子抜けな道作りはおしまい。溶岩の厚さにヒーヒーということもなく、ほっと一息ですね。変わった魔法はよそでやって。炎系霊気魔法、何それかっこいい。あのね。さて、ところ変わりまして、まず島北の、氷河地帯にやってきております。何が必要かな？冷たいものを集めたい、というのはその通りで。以前コメントで、氷棒となるテクノロジーを教えていただきまして。氷の上をボートで滑ると、それはもうすごいスピードが出るんだとか。あら。ちょっと何言ってるのかわかりませんが。あいにく、激安紙取引の一件で、大量の金を使ってしまい。トロッコの加速レールを、大量に用意できないという、懐事情もございます。すぐに用意してくれる。すぐに用意できん、金なだけに。シドナ鉱山に送られる。送られたくないので、今回氷ボートを採用したわけです。仕組みはシンプルで、1マス置きに氷を置いて、その上をボートで通過するだけっつうか。すごいな。マイクラのボートは、1.5 マスほどの大きさがあるので、1マスの隙間くらいなら、はまることなく進むことができます。ふおおおおお。とまあこんな具合で、氷ボートは効率いいのです。氷は3種類ある、
というのは過去にお話ししましたが、ボートの加速力は、青氷が抜群だそうです。短い距離であれば、最高速度に達しないので、境界でも十分ですが、700マスほどの移動となれば、多分青氷の方がよろしかろう。そんなわけで、ここからはネザーに氷道を建設していくことに。なお、氷の脇にブロックがあっても、ボートは加速できませんので、そこら辺も踏まえた作りを考えませんとね。いやー、普段滑ることがないので、うまく滑ることができるか、心配でなりません。誰も騙せないわよ。じゃ、氷ボートの説明はこのくらいにして、早速建設に向かいましょう。大掛かりな掘り抜きをする前に、まずはどんなデザインにするのかを試し、氷を1マス間隔で置くのは良いのですが、当然壁がないとマグマの海に落っこちます。そしてその壁、ネザーラックで作ってしまうと、涼しげな氷の色合いが台無し。例えばこう、クォーツとシーランタンで、驚きの白さにするのもいいですし、涼しさ重視で、不要な部分は全部氷、というのも悪くないと思います。ここをどこだと思ってるの？ネザーは全体的に赤黒い印象ですから、せめて冒涜感くらいは青みを押し出したいのです。そう、わかったわ。さらに検討を重ねた結果、床と壁は青と白で統一。天井にシーランタンを埋め込んで、清涼感のあるパターンにしてみました。ちなみに鉄の柵には、ボートがあらぬ方向に吹っ飛ばないための、レールの役割を期待しています。不意にゾンビピッグマンと衝突して、制御不能になると大変ですからね。はい、作業開始して、やっぱりトンネルなんか作るんじゃなかった、と後悔した頃合い。想像以上の資材が必要で、クォーツは7000弱使う羽目になりました。あのね、ガストの爆撃を防ぐために 3×3 のパイプ型にしたのがコスト大幅増の原因。加えて天井の圧迫感を減らすためコスパの悪いクォーツ階段を採用したのもよくありませんでした。建材の用意もそうですが、700マスをひたすら往復するのも精神的に辛いものがありますね。そうだな。3時間の地獄をカットした挙句できたのが気持ち悪くなるボートマシン。めちゃくちゃなスピードが出るので、酔いやすい方は目をそらしておいてください。早い、もう曲がり角。でもいちいち降りて乗り直すのは面倒ですね。角も全部氷と柵で埋めて、ちょっと向きを変えるだけで済むように改良。普段画面酔いしない方なのですが、さすがにこの速度は、気持ちが悪くなってきますね。3時間かけて作った高速トンネルが、ただの吐き気促進マシーンだったとか、果たしてこれを作るべきだったのか、今になって後悔するのであった。もうやめてくれ！降参する！吐き気を催す危険につき、吐きしたいところ。何でも言う通りにするわ。普段滑りに慣れている姉さんも、ガチで滑られるとさすがにダメみたいですね。滑りすぎがどのくらい迷惑なのか、ようやく理解できたところで、本日のメインディッシュ。キノコの胞子まみれの牛をしょっぴいて、海底ドームに詰め込まねばなりません。ちなみにキノコ島は、地面が特別な、禁止ブロックというものになっていますが、キノコ類の育成がしやすい、ということ以外に、これといった使い道はありません。むしろ、緑の草ブロックを侵食するので、そこら辺に気軽に設置すると後が大変。禁止の使用は禁止です。謹慎処分を受けそうな発言はなかったことにして、足場ガタガタの道を、テクテク歩いていきましょう。超スピードのボートテクノロジーですが、牛の運搬には向いていませんでした。またやろうとは思わないわ。酔いこそしませんが、画面が縦揺れするのはちょっと。ダメ元でボートに乗ってみたら、意外といけるらしく。ボートでバックするくらいの速度なら、リードもプッツンしないっぽいですね。すごいな。これには馬もびっくり、牛なだけに猛スピードですね。しかも後ろ向きで。みんな下がれ。気温は下がらなくていいです。問題でも。そんなこんなで、はるばる5000メートル先の島から、新たな住民がのこのこやってきました。ちょうどいい場所がなかったので、テラス下に押し込んでおきましたが、まあそれなりに快適そうではあるので、
しばらくはそこにいてもらいましょう。今解放すると、何頭かいるかプールに落っこちそうですからね。最後に、影モッドありで、ネザーをチラ見している間に、成果まとめ。今回はムーシュルームを確保し、キノコ島への即時アクセスが可能になりました。動物コンプリートまで、残すところには鳥と山猫。あと狼も夫婦で見つけてこないといけませんね。次回は動物コンプリート C の、子供をいっぱい増やして、ドーム内を獣臭くしよう、などと企んでおります。レベル342の、マインクラフターならではの遊びですね。あれだけのスペース、果たして何匹収容できるのか。今からちょっとワクワクしております。たくさん小麦集めなきゃ。面倒は避けてね、同族さん。ということで、今回は影モッドネザーの景色を眺めつつ、こんなところで。ご視聴、ありがとうございました。